ボーン地球上の皆さん、こんにちは。 K-E-M-I-O-K でーす。ごめんなさい。ということで、みんな先週1週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。今日はね、午前中雨が降ってたので、私ちょっと湿気で前髪ができてしまってるんですけど、まあそんなことはクソほどどうでもよくて、今日の動画にはゲストがいます。お願いします。私のもう大好きな、もう本当に古川様がこちらにいらっしゃいました。はじめまして。はじめましてじゃないわ。はじめましてじゃないです。2回目な。2回目。本当にオープニングのない女です。いやー、めっちゃ困る。だから人のチャンネルとか出たらどうしたらいいかわかんない。全然いいんですよ。オープニングのない女、裏切らない女なんです。本当に私は好きです。なんてお呼びしたらいいですか。古川。古川で。古川って呼ばれてるんですか。はい、古川ばっかりですよ。めっちゃ多いです。じゃあ古川と俺で私で、古川さんの今日はてめえの毎日メイクを教えろよっていう企画なので、古川さんに今日は毎日メイクを教えていただいて、はい、私がそれをちょっと自分にやっていこうかなみたいな動画を撮っていきたいと思います。はい、はい、いいですか。お借りします。では化粧で結構慣れる気がする。本当ですか。化粧で化けるギャルですか。そう、化けます。結構化けるタイプ。化けなタイプですね、うん、はい。下地ポール&ジョーですね。ポール&ジョー、初耳です。これ持ってきたやつじゃなくて、あ、いいですか。え、お借りしちゃっていいんですか。高そう。全面にこちらですね。こちらを。いい匂い。しますよね。いい匂いしますね。これマジいいですよ。すごい。これどこで購入されたんですか。小田急。そう、そっち系のディオールとか、ディオールとか売ってるとかあるじゃないですか。慶応かな。かな。まあ、なんかその辺のなんか大規模デパートみたいなところで繰り広げられたんですね。下地ですね。次はこれ韓国で買ったやつです。こちらです。はい、こちらです。はい、いや、これマジいいです。これ3本目ぐらい。これ下地2層目。これはもうコロナで顔の色つけます。みちもそうなんですけど、みんな下地すごい何層もするんですね。マジ鍾乳洞フェイス。うん、はい。でもいいの、綺麗、すごいメイク上手です。はい。コンシーラー。てか本当に借りていいんですか。めっちゃいいです。全然大丈夫です。逆にいけます。私は全然。ただ申し訳ないと思って、だって2回目ですよ。あ、全然大丈夫です。じゃあ失礼いたします。失礼いたします。じゃあこのクマの。あ、クマ。白いかもしれない。めっちゃ白いです。でも本当地白ですよね。地白なんですけど、はい、すっぴんだと、はい、茶色黄色みたいな色するでしょ。全然わかんないですよ。綺麗てか肌がマジで、皆さんから見えるかわかんないけどマジで綺麗。白いわそれちょっと。あ、でも全然なんか新しい自分みたいな、なんか椿って感じです。CM 出れそう。なんかこういう木みたいな。綺麗、デコ綺麗。はい。メイク用品はいろいろ買い替えますか。失礼します。同じのばっか使いますね。ミチの時使わなかったですか。粉。あ、使わなかったです。わかんないかも。なんか顔に。粉を拭きます。粉を拭きます。はい、以上、ベースは終わりです。はい、終わりました。で、粉拭け。じゃあチークを。ほっぺたじゃなくて、あ、失礼いたします。すごいデパチカの女。どれぐらいメイクには毎朝時間かかるんですか。ええー、20分ぐらい。でも早そう。20分ぐらい。20分早い。早いですか。早いですよ。結構適当かも。移動中とかメイクする女だ。します、どこでもかしこもメイクするタイプ。いいですね。やばいですよ、電車もしないですよ。電車もしない。確かにね、電車はね、やっぱり公共物なのでね。なんかデートでメイクとかも変えたりするんですか。全然。今日は夜景だから LD メイクとか、LDH メイクとか。 LDH じゃない、違う。 LDE だ、ごめんなさい。小型電飾と事務所。シェーディングをします。シェーディング細く見せるやった。そう、キャンメイク。うち顔超コンプレックスで顎削りたいぐらいのレベルなんです、だからなんかいい病になったら教えてくださいみたいな。私も削りたいです。一緒に行きますか。行きます。どこがコンプレックスなんですか。めっちゃ輪郭良くないですか。全然そんなことないんですよ。本当の褒め合いですね。じゃあうちも褒めちゃおう、うん、なんかもう本当に顔がこれぐらいそう、適当や。違う、でも本当に肌が綺麗だから羨ましい。それは皮膚科とか行ってないですか。行ってないです。あ、3のハイライト、こっちをまぶたの結構使ってる上に塗ってください、はい、手で塗ります、クリームなんで。あ、すごい、一気になんか真珠の女って感じにしてきましたね。素敵。なんかヤッピがすっごいメイクをするんですけど、はい、上手ですもんね。されるんですけど、もうマジドラッグクイーンメイクばっかりされるんですよ。ありがとうございます。これ、こっち、あ、白、白の方をここと、ここ、胸ですね。はい、ね、次ここハイライト。ハイライト、これでいっぱい技できるんですね。そう、よくないですか。これエミリンがおすすめしてて、エミリンさんが。確かに鼻が一気になんか100均のつけ鼻みたいな確かに鼻高いから、はい、ね、次ここ、ここ、ここに、うん、ちょんちょん。で、これを次唇の上にちょんって塗る。これ、ミチもやってた。それあ、やってました。なんかプルンってなんかこう
可愛く見えるんですって。てかもうみんな画家ですよねえ、めっちゃ綺麗一人一人なんかメイク終わったらアイライナーでここに名前書いた方がいいですよ、ね、画家とか描くやつ作品なんか作品めっちゃいいみたいな筆記体で、はい、素敵、はい、花やっぱめっちゃ高くなりましたね。ありがとうございます。で、はい、次は韓国で買ったキラキラの可愛い飴、すごいですよね。おう、はい、ここの目頭にちょんちょん。いつもはなんか何してるんですか。いつもはなんかごめんなさい抽象的すぎて、なんか遊びとか遊ばないんですよ。じゃあデートですか。カレピッピとなんか 24H みたいな感じですか。いや、そんないないですよ。いる。でも照れた、はい、いるんですけど、はい、仕事以外の時とか寝て終わったりしますよ。あとワンちゃん、うん、そうなんですよ。なんかこれなんか100年寝ても目やにだろ、目やに詰まりまくりみたいな感じですけど大丈夫ですか。なんか目やにに見えるかもしれない。目やに、まあでもなんか目やにメイク、うん、はい、あ、ギャル、ちょっとギャルになりますね。本当ですか、やにメイク。ここ涙袋、はい、ここ描きます。はい、逆にケビオくん何してるんですか。私ですか、うん、あ、すごいこれ涙袋すごくないですか。え、すごくないですか、うんうんうん、これなんでこんなナチュラルなんですか、ケイト。その日によってめっちゃヤバいぐらい出てくる。これなんかボトックス打った後、ボトックス平野さん目の下に打ったみたい超一気にか、すごい、これ必殺だ。それめっちゃいい画家だもん、マジ。ゴッホでしたっけ、ゴッホ画家でしたっけ。ゴッホビビってんじゃねみたいな。私はアメリカにいるときは同じで家から全く出ないですね。出ないんですか。出ないですね。友達と一緒に住んでるんですか。友達と一緒に住んでます。はい、遊びに来てください。引っ越したんですよね。しました。行きたい。アメリカ来ますか。アジアが多い。 LA、あ、てか行ってましたね。そう、行ったんですけど、はい、その時ちょっとお仕事だったんで。あ、そうなんですね。そんなになんか楽しめなかったから、楽しいイメージがないで。でもなんかフィギュア買ってましたよね。買った、けどあれ日本に売ってるらしいです。あ、そうなんですね。移動やばいですよね。めっちゃ行ったり来たりですよね。僕今年で、多分23、4回ぐらいは日本とアメリカ往復しました。ごめん、多分クソ持ってる。なんか正確に言ったら多分18回とか、もしかしたら20回とか。ちゃんと数えなあかんね、本当に。本当にそんな言ってなかった、ごめん。アメリカの方がいます、はい、同じぐらいだと思います、はい、でも今回は1週間ぶりに帰ってきました、日本に。だから先週1週間アメリカ、その前は1週間日本みたいな。あ、結構大変だな。いや、まあ、確かに飛行機はちょっと腰が結構最近来ましたね。でも全然そんな甘えてらんないです。そんなもっと大変なことあるんだよ、できてると思うね。もうね、次は、はい、なんかめっちゃ汚い。全然ですよ、もう使い込んでる信用が出ます。めちゃくちゃ汚いんですけど、はい、それを頬に塗る。ここ垂れ目、垂れ目になりたいんですよ。ほう、こっちですか。あ、いい感じです。はい、このちょっと待って、垂れ目になりたいんですよね。え、でももう割ともう終わるかもしれない。本当ですか。元から結構顔がはっきりしてるからあれですよね。はい、アイラインを、はい、いけますか。頑張ります。え、いけますか。頑張ります。おう、タレパンダみたいな感じ。タレパンダでギャルタレ目になりたいですよ。タレすぎました。タレすぎたかも。え、やっていいですか。はい、もちろん。概要はいいですね。でも全然お願いします。あ、ごめんなさい、違うんですよ、ちょっと痒くて。はい、はい、待って、あんまうまくいかんかった。あ、でもすごい、こうやってなんかぼかしてあげたら全然、うん、ほらぼかしてください。ぼかしぼかし、助け合いましょう。なんかケビオくんツヤメイク似合いますね。本当ですか、うん、ツヤメイクっていうんですか、これなんかハイライトが綺麗。おはスタの女って感じですか。なんかわかんね、おはスタわかんね。あ、眉毛染めていいですか。あ、もちろん、はい。眉毛バリ綺麗ですね。え、それ最近なんですよ、こやらかわれてて、カモメが飛んだってずっと言われてたんですよ。こう繋がったらこうやってカモメが繋がってた人ですか。よく、そうですね、うん、でも自分も結構毛深いから繋がりかけた。絶対嘘、毛深くもないですよ。脱毛しだして、あ、レーザーあれだけど、マジやばかったです。まつげなっげ、もうあとリップで終わりなんで、ね、はい、結構やばいかも、この色。どうですか。え、なんか何かが足りへん気がする。いつももっと自分濃い気がする。ボーン、完成でーす。はい、ということで、私、あの古川さんにあのメイクをしていただいて、これが古川さんの毎日メイクということで本日やっていただいたんですけど先生いかがですか。うん、100点満点です。すごいお綺麗です。本当ですか。似てます。似てます。私たち一緒のメイクなんですけど、でも顔の大きさがマジで合成。ちょっと並んでもらっていいですか。見てください。でもケミオくんが、はい、なんか超立体的になりましたね。あ、本当ですか、うん、これじゃあ合成ってことにしましょう、うん、合成なんか CG 合成みたいな。私アメリカで撮影してデータを送って古川さんに後からいや入ってもらったっていう感じですね。合成でコラボですね。ありがとうございます、はい。
ちょっとなんか怖がってますけど大丈夫です。ちょっとすごい、すごいです。ということでみんな、キョンシの動画を見てくれてありがとうございました。古川さんの YouTube チャンネルでも、僕ら他の動画撮ったのが上がるので、はい、そちらもよかったら見ていただけたら幸でございます。あとなんか、てめえのメイク教えないよ、毎日メイクのコーナー、次のゲスト誰がいいか皆さん、ありましたら、ぜひコメント欄に書いてくれたら、好きがこぼれ落ちます。ということで、2回目のゲストはですね、古川さんに来ていただきました。ありがとうございます。また古川さん、させてください。ぜひぜひでございます。でも、気をつけて、お帰りください。はい、お召し物も素敵で、はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。さよなら。ありがとうございます。私もね、さよなら。